皆さんこんにちは、日本すっぴん協会の佐々木です。今回は美容家さんに聞いた黒ずみ毛穴のケア方法をご紹介したいと思います。黒ずみ毛穴は毛穴に詰まった角栓が酸化することによって起こります。美容家の水井真理子さん曰く、この黒い角栓は簡単には取り除けないため、まず下準備として肌を柔らかくして角栓を緩めてからケアをすることがポイントだとおっしゃっていました。ですので今回は肌を柔らかくしながら黒ずみ毛穴をケアする方法をご紹介していきたいと思います。このケア方法を1週間に1回行ってください。ステップ1、蒸しタオルを顔にのせ肌を柔らかくします。もしくは5分間くらいスチーマーを当てましょう。ステップ2、クレイや酵素洗顔で優しく黒ずみを取り除きましょう。ステップ3、化粧水を塗ります。ステップ4、乳液やクリームで優しくくるくると肌をマッサージしましょう。ステップ5、濡れコットンで優しく拭き取ります。コットンが汚れや余分な角質を絡め取ってくれますよ。ステップ6、もう一度スキンケアを全体的に施しましょう。1週間後にまた同じケアを行ってください。前回の毛穴動画でもお伝えしましたが、1回で取り切ろうとするのではなく、もう少し長い目で見て毛穴ケアをしてくださいね。